レッドメンです。 VS 重岡雄大最高ファイトボリューム5。ただいまより本日のメインイベント、 WBC 世界ミニマム級タイトルマッチ王座決定戦12回戦を行います。赤コーナー105パウンドプエルトリコ、ここまで18勝6 KO 2敗。最新ランキングは世界ミニマム級 WBA 級位 WBO 2位、2団体目の王座獲得を狙う WBC 世界ミニマム級第7位、元 WBO 世界ミニマム級チャンピオン、ウィルフレッド・ベンビュート・メンデス。元 WBO 世界ミニマム級チャンピオン、ベンビュート・ウィルフレッド・メンデス。青コーナー105パウンド、渡辺ジム所属、アマチュア勝率9割92戦82勝、B 級プロデビューからここまで6戦全勝 4KO、 デビュー3戦目で掴んだ元日本ユースライトフライ級チャンピオン、4戦目で掴んだ元 WBO アジアパシフィックミニマム級チャンピオン、そして6戦目で掴んだ元日本ミニマム級チャンピオン。最新ランキングは世界ミニマム級 IBF11 位、 WBA4 位、WBO3 位。そして今夜7戦目で早くも世界タイトルへ。今日4月16日、故郷の最高への思いも込めて、史上初兄弟同日同級世界タイトルダッシュに挑む WBC 世界ミニマム級第3位、重岡雄大。さあ、いよいよ兄弟で同一日程、そして同一階級の世界王者へ、重岡雄大。ジャッジ、舞台は整いました。トーマス・ナルドーネ from USA、 同じくオーストラリア、マルコン・ブルナー from オーストラリア、同じくジャッジ、カナダ、エド・ピアソン from カナダ、そしてレフェリーはアメリカ、フランク・ガルサー from USA。 いよいよ本日のメインイベント、 WBC 世界ミニマム級暫定王座決定戦12回戦です。放送席解説は元 WBA 世界フライ級チャンピオン、元 IBF 世界スーパーフライ級チャンピオン、 K ワールド3チーム会長の亀田大樹さん、前 WBO 世界ミニマム級チャンピオン谷口正孝選手、そしてゲストには山本千尋さん、鬼越トムホークのお二方をお迎えしてお送りをしてまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いよいよメインイベント、重岡雄大がバトンを引き継いで、さあここからという試合です。第1ラウンドがスタートをしました。まず大木さん、いい流れで来てますからね。そうですね、はい、なんで落ち着いてもらいたいですけどね、ま、あの相手変則なんでね、はいはい、まあ、相手は実際戦ったことのある谷口選手のお話を伺いたいと思います、はい、メンデス、どんな選手でした？そうですね、決してこうパンチ力がある選手ではないんですけど、はい、状態が柔らかかったりディフェンスが良かったり、すごいこう柔らかい選手なので、はい、序盤捕まえづらいんですけど、怖さがない分雄大はどん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 出れると思います、はい。まあ、谷口さんとの試合では2ラウンドに谷口さんに当てられて左のストレートでダウンを切っています。まあ、そこから最終的には、まあ、倒されて、このタイトルを失ったわけですけれども、ただやっぱり距離は谷口さん遠かったですね。距離は最初遠かったですね、やっぱ一発で当てに行こうとすると避けられちゃうので、雄大は 2発3発つなげていきたいですね。まあ、今回、本来はパン屋が、まあ、オーソドックス右構え で急に、まあ、突然この、まあ、サウスポーに変わったというところ、大樹さん、この辺は影響いかがですか？そうですね、それはやっぱり、はい、いいことはないと思いますけど、左を振っていきます。ちょっとスリップをしました。というのは、やっぱこう銀次郎がああいう勝ち方をして自分もってなってると思うんですよ、はい、なのでここで力いっぱいにこう殴りに行くっていう行くと、まあ、メンデスに空回りさせられる可能性があるので、まずは落ち着いて攻撃していきたいですね。まあ、このあたりは山本さん、本当にこうボクシングはメンタルなスポーツですね。そうですね、やっぱり心理戦が問われる競技でもあるので、はい、先生一覧の、ね、今落ち着いていらっしゃるので、この後どう動くかというのが楽しみですね。じわじわとこうやって、まあ、あのかなりね、プレッシャーをかけながら前に来ようというのが重岡雄大のいつもの気持ち、まあ、ですからこの中にどう入っていくのかが一つのポイントになっていきそうですが、右のジャブ、空振りを誘うような戦い方をすれば、はい、結構有効ですね、まあ、このあたりはある意味駆け引きというふうな感じにもなっていきますが、大事になってきます、
はい、まあ、非常に静かな表情のチャンピオンではあるんですけれども、元チャンピオンではあるんですけれども、ダリスプレート雄大当てました。まずは坂井さん、いい形で一つ当てましたね。しかしでもメンデス選手はちょっとやりづらそうな柳に風というか、雄大選手と真逆 の、はい、あのボクシングスタイルですね。もう柔らかさが、ね、相当ありますよね。いや、金ちゃんさん、ご覧になってここまでいかがですか。そうですね、なんかその銀次郎選手の試合と違ってちょっと冷静というか落ち着いた、ね、はい、スタートなんですけど、それをじっくり、ね、こう自分のボクシングしてもらいたいですね。この左ストレート狙っていました。ある意味、谷口さん、メンデスが比較的こうやって静かに入る形が多いですかね。そうですね、ユダはここでこう向きにならずに流れの中で強いパンチを打っていきたいですね。はい、メンデスは逆にユダの大きいのを避けた後攻撃していくといいと思います。そのあたりをしっかりと、まあ、長い前からこうやって狙っているウィルフレッド・メンデス。1ラウンドもう時間はなくなっています。プレッシャーはユダやっぱりかけれてますね。第1ラウンドが終了しました。この1ラウンド、大輝さんはどんな見方でしょうか。まあ、まだお互いの距離でね、自分の距離で戦ってるんで、お互いがお互いちょっとなんかやりにくいなみたいな、なんか風に思ってるんですかね。でもやっぱりボクシングをこう作っていってるのは雄大なんで、なんで 2,3,4 とちょっとあのペースになっていくと思いますけどね。ただなんかちょっと泥試合にしたいのか、そういうスタイルなのか、であのテンポがちょっといなんか半テンポぐらい遅いんですよね、メンデスが。はい、なんでそこを今ちょっと慣れるのにちょっと時間がかかるかもしれない。その辺のテンポ感っていうのは谷口さん、やってみた時はいかがでした。そうですね、なんかゆったりしたテンポなので、こう、日本人とかとはないようなこうテンポなので、投げ、はい、慣れるまではこう戸惑うとは思います。前提でやるよ。やっぱロングの距離ではメンデスもこうキャリアがあるので、雄大はどんどん積極的に攻撃をしていきたいですね。はい、まあ、今映っていましたが、先ほど世界大会になりました重岡銀次郎選手が、まあ、セコンドについている。谷口さん、やっぱりあの雄大選手が銀次郎選手セコンドついているとだいぶ安心するみたいですね。結構大きいと思います、その銀次郎がいるっていうことは雄大にとって、まあ、今回はね、もう入ってくる時も2人一緒に、まあ、笑顔で入ってきました。まあ、リラックスできるというふうに本人も話をしています。いや、かなりプレッシャー中央からかけているのが重岡雄大。雄大が探ってますね。ボディから入っていきます。いいですね、こうやってこう胸ら辺、ボディら辺を打っていくと、バーも当たりやすくなってくるので、はい、あるなぁ。そうですね、ここは雄大は向きにはなりたくないですね。ちょっと振ったところは、あの大輝さん、怖いところありますよね。相手、打ち割り、はい、勢いはあっていいんですけどね、まあ、見てる方からするとね、はい、12ラウンドありますからね。そうですね、メンデスはこういうのに付き合わずに雄大の振った後コツコツコツって当てていくとポイントもピックアップできるので、はい、まあ、いわゆるそれがメンデスのスタイルですよね。そうですね、さあボディ一つ当てました。まあ、ここからどう入っていくか、まあ、ですから山本さん、見てるとメンデス選手は本当にこうなんか洗練されてる落ち着いてるボクサーですよね。そうですね、はい、上半身も柔らかいですし、リズムがずっとこう途切れないので、見てる方がこう惑わされるじゃないですか、見入っちゃうような選手ではあるなと思いますね。はい、まあ、あの波に例えるならば高い波が来るというよりもゆらゆら揺れているような、ね、そんな感じがありますよね。左のストレートを出していきます。ボディー強烈、ボディー効果的です。坂井さん、今の踏み込みいかがでした。素晴らしい、とんでもない速さでしたね。気合入ってますね。はい、さあそこからまたプレッシャーがかかってきました。ユダはメンデスが打ち終わった瞬間、メンデスが下がる瞬間にしっかり踏み込んでボディ打てているので、メンデスは対応しづらいんですよね。はい、これあのプレッシャーはある程度谷口さん、あのメンデスは受けてるわけですよね。そうですね、圧力はかかっていると思います。これメンデスの方はどういうふうに今考えていると想像されますか。メンデスのスタイル的に圧力をかけられているのは慣れていると思うんですよね。あ、なるほど、はい、こういうゆらゆらからこう強いパンチをもらわないようにっていうのを気をつけていると思います。まあ、ですから、まあね、こうやって、しっかりパンチも打ってきますし、まあ、流れは、もちろん乱そうとしているメンデス、一旦クリンチをしていきます。こう近くなったらすぐクリンチして回って立ったりしているので、メンデスはまだ落ち着いてますね。はい、さあただここもコーナーを背負わせようという重岡雄大のこのプレッシャー、もう一人ストレートを返していきました。伸びるね、パンチ伸びますね、しっかりとこう肩を入れているので。身長は166cm あって、リーチが165cm あるというメンデス。ただ最後の一伸びはやっぱり大事さありますか。やっぱりこの回転はサイズ出ないかな。フック、いいコース入ったね。
雄大やっぱりパワーがありますね。ですね。実際あの受けてみてのパンチの印象っていうのはあの谷さんいかがですか、ドーモンとしては。パワーはすごいありますね。 あとこうキレがあるので、パワーもあってキレもある、一番こう手をしやすいパンチのファイターですね。はい、2ラウンド終了しました。まあ、何か銀次郎選手の試合とは一転して、まあ、静かな動きではありますけれども、まあ、ここまでご覧になって、坂井さんいかがでしょうか。メンデス選手多分やりづらいタイプだと思うんですけど、あまりパンチがないというか、あの怖さはないんで、このまま雄大選手が、このままであのどんどん強いパンチ当ててってもらいたいですよね。はい、ポイントは取ってると思います、はい、1ラウンドとも。なるほど、金田さんいかがですか。はい、そうですね、雄大選手プレッシャーかけられてると思うんで、メンデス選手ね、ちょっとこう本当にゆらゆらというか、規則な感じではねいますけど、まあ、でもこう徐々にラウンドを重ねるごとにね、健康つかめてくるとは思うんで、はい、はい、雄大選手に期待してます。ということで、まあ、ここまでウィルフレッド・メンデスがどういう風な感じで思っているのか、まあ、逆にメンデスがどういう風に打開をしていくかというところですけれども、谷口さん、まあ、今日のゲームプラン、メンデス側から見るとどう予想されます。そうですね、まず雄大のこう伸びきった左ストレートをもらわないというのを大前提にして、こう強くパンチを打つというよりもこう手数でポンポンポンって6割で打ってポイントをピックアップしていく感じ、作戦だと思います。まあ、そのヒット数が一つ鍵になってきますよね。そうですね、はい、まあ、今細かいパンチをこうやって打っていって、まあ、これでヒット数稼いでいって、まあ、クリンチしていこうという感じなのか。なのでこう打って離れて近づいたらクリンチしてっていう、こう雄大をイライラさせたりこう向きにさせる作戦でもあると思うんですよ。はい、まあ、その辺当然切れ味が大輝さん大事になってくると思うんですが、切れ味というところではメンデス今日いかがですか。まあ、キレのあるようなタイプではないんでね。あ、はい、なんで本当に嫌がらせて、なんか本当に泥仕合、みたいな、はい、まあ、これもうまさなんでね、まあ、ちょんちょん当ててクリンチしてこうやって剥がしてみたいな、そんなイメージですかね。それでやっぱりあの雄大のスタイルが変わってくるとまたちょっとテンポも変わってくるんで、はい、だからこれが、まあ、彼のスタイルだ。まあ、相手のリズムを崩すってことですね。はい、パンチ力、ハウスパンチ力はなかったんですけど、拳が硬くて、あ、拳は硬い、ちょっとこうジャブとかでも痛って思うぐらいなので、やっぱりそういうの腫れてきたり、腫れてきますね。なるほど。まあ、今もボディー強烈にいいタイミングで入れた。雄大はこうまずこうボディーから行っていくっていうのがいい作戦だと思います。選手も同じようにボディから、ね、一つ作っていきますからね。まあ、そういったところも一つ流れを持ってこれるかどうか。メンデスは状態が柔らかいので、どうしてもこの序盤で上をどうでしょうか、もらってこないんですよ。あ、なるほど。なのでこう当てていくこと、まず体に触っていくことが大事なので、メンデスをこう避けるときにちょっと左の方に重心を傾けて避けているので、はい、どこかで雄大が狙い損し左は当たりそうな気がします。あ、はい、タトゥー返していきますメンデス。まあ、今の谷口さんのお話ですが、大輝さんはどういうふうに考えますか。まあまあ、下から組み立てないと、やっぱり上半身柔らかいけど、下って 動かないんですよ、なんでどこかには絶対曲がるんです、なんで下から上で上が当たったらまたさらに下、でそれでやっぱり、まあ、ボクシング組み立てていきますので、あとやっぱり左同士の戦いなんで、ここオーソドックスと一緒なんで、ジャブがやっぱり有効になってくるんでね。なるほど、大事ですね。はい、そのあたりの意識っていうところでは谷口さんここまでいかがですか。雄大がちょっとこうジャブ前の手少ないなっていうイメージは印象がありますね。はい、まあ、どっちかというとなんかその場でこうアービーゲット、これは危ない。雄大はこう柔らかく足でリズムを取りながら、軽くジャブをついていくとリズムに乗っていくタイプなので、今はちょっとこう出てないので、メンデスはこう雄大の一発の大きいのに気をつければいいなって感じだと思います。はい、これ足動いてくると谷口さん、あのメンデスのペースですよね。そうですね、メンデスはだから今こう下がらされるっていうよりも、あえて下がったりして楽に戦ってますね。まあ、この辺りはね、本当に外から見るとなかなか素人目には分かりづらいんですが、かなりやりづらいと思いますよ、これ。あ、やっぱりそうですか。なんでやっぱりボクシングは本当に世界戦は12ラウンドあるんで、はい、なんで1回リズムを作るラウンドっていうのも入れてもいいのかもしれないです、まあ、そこはもうあの100戦メンバーの、ね、セコンドズなんでね、お互いですけどね。そして今、アナウンスがされていますけれども、この試合 WBC の試合ですので、4ラウンド、それから8ラウンドにオープンスコアリングシステムが導入をされています。
まあ、今リプレイのシーンをご覧いただいていますけれども、谷口さん、はい、まあ、ヒット数というところではいかがでしょうか。そうですね、はい、メンデスの方がヒット数は多いかなと思います、ただこう今のメンデスの戦い方だと、はい、こう楽に戦っているのでスタミナをロスしないと思うんですよね、なので雄大はこうちょっとで強引でもいいので詰めてメンデスを削っていきたいですね。はい、Now round 4、これから中盤4ラウンドへと入っていきます。まあ、坂井さん、あのなんか怖さというよりもむしろ何か軟体動物的な非常にやらしさがあるメンデスですね。そうですね、うまさに特化した、ただやりづらいですよね、雄大選手もやりたいことをあまりできてない感じしますもんね。狙いたくないですね、ただ3ラウンド目の最初からジャブがちょっと出始めているので、序盤はちょっとね、スカートが少なかったっていう話ありましたもんね、まあ、そのあたり少し変えてきながらこうやって距離を詰めていきます。ただ圧をうまくかわすような感じにメンデスがなり始めていますので、要注意ボリーですね。ボリーは、メンデスはただこう伸びきった状態でワンツーをこうブロックの中でも当てているので出来栄えは結構いいですよね。まあ、このあたり、まあ、非常に、ね、うまさと、まあ、ジャッジに与える印象が大木さん、うまい選手ですね。そうですね、これでもどういうふうな採点を取るかですよね。そうですね、人によってはね、全然違うような、なるような採点ではありますね。あの圧がかかっているというふうに雄大が、見るジャッジもいますね。もちろん、それはもちろんいるんですけど、メンデス取ってるっていう人もいると思いますけどね、さあこのあたりも非常に面白い、ここまでの展開です。ユダイがこう打破して、この状況を出したいので、軽くいいので、右の手を引いていきたいです。そうですね、でも近くなってくると、メンデスはこうくっついてくるので、その近くも遠くもない絶妙な距離をジャブでこう保ちながら、左ストレートを当てていければ、逆にメンデスは今のところ、楽に戦えている印象がありますね。これあの、ジャブがやっぱりまた今ちょっと少なくなってきてますけど、これっていうのは狙ってるからなんですか。そうですね、やっぱこう、ジャブを出そうとかするけども、メンデスがやっぱ動くので、するとこう無意識的に一発でこう強いパンチで止めたくなっちゃうんですよね。なるほどね。いや、このあたりやっぱりステップの重要性っていうのを改めて感じますけど、さあここまでいかがですか。そうですね、3ラウンド目ぐらいからメンデス選手の高さがすごく増えたなって印象的だったので、そしてあの手足も長くリーチも長いので、そういったところにどう入っていけるのかっていうのが今どうなのかなと思っていますので、坂井さん、今の左の、ね、大きなパンチなんかも伸びありますもんね。伸びありますね、はい、何狙ってるかよく分かんないのが不気味ですよね。あ、確かにそうですね、ちょっとこれ大振りならない方がいいな、今みたいな雄大、はさっきみたいに見合うとメンデスが楽になります、なのでここみたいに出ていった方がメンデス的には嫌だと思います、その時やっぱり手数は必要ですね。そうですね、ある程度は、さあこうやって手数を入れながら入っていこうとしますが、やっぱり足でうまく、まあ、まさにこれ闘牛したい闘牛という風なね、展開に今ちょっとアクションをしました。フレッドメンデス、雄大が今アクションを起こしたんですけど、メンデスからすると、まあ、こいつ嫌がってるなと思います。おお、ハリット今危ない距離でした。さあここはちょっと向きになりますね、雄大はここで向きにならずに、ここでちょっと最後の明確な印象でしたね。これ採点どっちに偏ってるかによってお互い気持ちの問題もあるんでね。そうですね、公開採点があるんですね。そうです、このラウンド、このラウンド後です。なのでちょっと採点は聞きたいと思いますけれども、4ラウンドと8ラウンドに公開採点、オープンスコアリングシステムが WBC では導入をされています。今ジャッジペーパーの集計を行っていますので、そろそろ発表があるかと思いますが、4ラウンドのシーンをご覧いただきます。ここで第4ラウンド終了点での採点途中経過を公開いたします。ジャッジ1社が39対37、青重岡、ジャッジ2社が38対38のイーブンです。今ジャッジペーパーの発表がされましたけれども、1社が重岡雄大39対37優位につけていますが、2社がイーブンと、これを聞かれまして、大木さん、どういった印象を持たれますか。いや、それは本人たちがどう思ってるか、これで取れてるって思ってるのか、あ、これで取れて、あ、これしか取れてないのかって思うのかっていう、はい、ところじゃないですかね。これなかなか難しいところでイーブン2人っていうと、まあ、どういうふうな、ね、
評価をされているのかってまだこうはっきりとは分からないですかね。そうですね、まあでも本当に対照的なんで、はいはい、好き嫌い分かれますよね。ですね、はい、まあ、スタイル的にこうやって圧をかける重岡雄大でうまく体を、まあ、使って逃しながら、まあ、ちょくちょくこう当てていくという、手数のメンデス。これ多分逆にメンデスは取れてないんだってなったと思います。ああ、そうですか、はいはい、それは、はい、結構メンデスの戦い方を見てると、結構リラックスして乗られくらい戦ってて、はい、おそらくこれでポイントは取れているだろうなっていう戦い方だったと思うんですよ、ただこれで取れてなかったので、はい、ちょっとメンデスもこう構成になってきましたね。まあ、あのそこのちょっと田中さんのお話を伺っていると結構メンデスが自分のやり方あいたり行きました。なんで、まあ、そう思ってるんだったら、距離が近くなったりするので、はい、やっぱりあのお互いのパンチが入りますよね。そうです、ちょっと近くなれば雄大の方がこうチャンスはあると思うので、まあ、このあたり、ね、当然ですけれども採点がお互いにこう聞こえた段階でやるっていうこの辺でも山本さん変わってくるというのはボクシング面白いですね。やっぱりどこかしら意識はすると思うので、はい、まあ、あまり気にしないでとこっちは言いたくなりますけれども、いいパワーに逆に変えてほしいですよね。はい、いいですね。ご覧の、ね、公開採点聞いてからジャブが出るようになっているので、今、はい、これでは本来、まあ、やるべきことができているということですね。そうですね、はい、メンデス側からすると、ジャブも対応しないといけないし、その後の左ストレートも警戒しないといけなくなっちゃうので、まあ、ここも相手が打ってくるところをしっかりと、かわして、まあ、かなり今重岡雄大がプレッシャーをかけている状況です。まあ、結構この時間帯が酒井さん大事かもしれないですね。ですね、はい、メンデスが、ね、前に出てきたらまた面白い展開になると思うんですけど、はい、やっぱなかなか、うん、なかなかのらりくらりしてますね。慌てる感じではまだないですかね。はい、これもね、メンデスのスタイルなんでね。ですね、はい、まあ、それはボディー、ちょっと真ん中入りましたね。引き始めているでしょうか。バックボディー打っていきました。メンデスも返していきます。少し、まあ、体の動きでこうやって相手を見るような、まあ、余裕も若干出てきたか重岡雄大。ダリー側に避けた時の左ストレートですよね。ボンドで取られた。はい、このラウンド明確にダウンを取りました。2ポイントリードをしました重岡雄大、まあ、ですから現状では2ポイント1射、そして3ポイント1射重岡についたという状況に変わりました。いや、改めて非常に大輝さん綺麗な形で入りました。ナイスパンチですね。リプレイご覧いただきましょう。田西さん、この倒し方いかがですか。 いいと思います。やっぱりメンデスは左に動く癖があるので、はい、そこを狙っていけるといいですね、はい、これ序盤から田西さんあのおっしゃっていて変わってはずっといないですよね、はい、で今重岡銀次郎選手が横でお兄さんに向けてこうやって送っています。いや、でもこのダウンは大きいですね。ポイント的にも大きいんで気持ちも大きくなる、あのだいぶ楽になると思うから、はいはい、雄大ペース、はい、これで当然メンデスは、まあ、行かなければいけないというか、まあ、ラウンドとしては現状不利になってますからね。ちょっとやっぱりテンポアップしていかないと、うん、ボディー強烈。いや、しかし山本さん綺麗なダウンシーンでしたね。本当ですね。あの序盤まであのアグレッシブに動く重岡選手といなすメンデス選手、それでアクションのないメンデス選手、ちょっとこうどう見ていいかと分からなかったんですけれども、はい、あのダウンはやっぱり見てるこっちもホッとしますよね。一つやっぱり明確に、ね、差がつきましたからね、はい、いや、酒井さん、あの、まあ、1回左打ってからもう1回追い足というかね、追い手でしっかり倒してきましたね。しっかり当て出しましたね、はい、左アッパーもこう効果的に使えているので、さっき言ったより何か期待を持ちたくなるような展開じゃないですか。はい、そうですね。多分雄大選手も乗ってくるじゃないですか。さっきもね。なのでね、ちょっと期待できそうですね。はい。この右のジャブボディにもしっかりと突き刺して、
だいぶこう手数が出てきました。少し足元も気にし始めているビルフェルト・メンデス。メンデスはちょっと硬くなっているので、まあ、こう序盤のように柔らかくジャブをついた方がいいですね。これ硬くなっている要因というのはどういったところですか。やっぱこうポイント取られているのもありますし、ダウンしたっていうのがやっぱこう精神的にも大きいですね。ボディからこういうところでこう動いたとメンデスは打ってたりすると効果的だと思います。まあ、ディフェンスの能力が高いメンデスではありますけれども、だいぶこれ圧がかかってきました。かかってますね。雄大がちょっとプレッシャーを強めましたね。雄大はここでまた狙いすぎずに、はい、さっきのようなこうストレートをしっかり打てる体勢を作りたいです。左もストレートを出していきますメンデス。しかしこれがまあ有効なパンチにはなってはいません。詰める詰める。雄大はちょっとステップが多くなってきましたね、はい、いいと思いますけど、これがまあ本来の雄大選手の一つ特徴ですよね。今のこうフェイントもしっかりメンデスが引っかかっているので、ちょっとメンデスのこう避ける体の振りが大きくなってきてますね。キッチャーさん、この詰め方いかがですか雰囲気。いいですね、やっぱりダウン取ってから結構乗ってきてますし、なんかそれプレッシャーもかけられてるし、メンデス選手やりづらい感じになってるような気がしますね。まあ、序盤のあのサークリングの、ね、感じとは少し様子が変わってきた感じがありますが、さあ果たしてメンデスがこの流れをどう変えてくるか。逆にメンデスとしては田口さんどうしたいですか。メンデスは今こうやってある程度よ落ち着いたのが避けれているので、避けた後打ってまた動くっていうのが大事だと思います。はい、ただその後にああいったこういう感じですね、ですね、来ますけれどもそこを返せるかどうか。ジャブついたりして、雄大を逆に振らした方がいいと思いますね、メンデスは。はい、ストレートボディのストレート当たっています。ちょっとボディに上がりましたね。さらに左フック、まあ、かなりオラオラ感が出てきました。第6ラウンド終了しています。大地さん、このメンタルいかがですか。いやいや、すごい強打ですね。世界初挑戦ですよ。はい、いやすごいな。大輝さんのその当時を振り返っていただいて、こういったメンタルでできる重岡兄弟いかがですか。いやいや、初勝挑戦で、しかも7戦目でしょ。7戦目です。はい、いやこれ本当にミニマム級の歴史変えますよこの2人。またタイプが違うっていうのもね、大輝さんいいですよね。いやすごい兄弟やなこれ。はい、ジャブ、ジャブ、で左分かったと思います。やっぱり銀次郎がセットジャブ、ジャブっていうこと、ジャブが一つの鍵にすると右まで返します。はい、右の位置がね、顔、返す時にどこにあるか分かんない。なるほど、低くそうイメージしたら当たると思う。でもこれだけ、ね、こう意見交換がちゃんとできるって、兄弟セコンドの谷口さん、いいとこですね。そうですね、すごいですね、こう試合中に。はい、まあ、通常指示を聞くっていうのはありますけど、どういう状況かって今銀次郎選手に雄大選手に説明してましたもんね。さあここから後半戦の第7ラウンドへと入っていきます。おー、来たー、来たー、来ましたね。ナイスボディ。メンデスはちょっと警戒し、ストレートを警戒しすぎて後ろ重心になってますね。そこにもらいました。立てるか、立てる、立てる、よっしゃ、重岡雄大ボディで倒しました。上と思ったんかな、多分そうですね、世界同時同一工業での同一階級体感、熊本の夢見事に花開きました。いや、ただ谷口さん、見事なボディでした。いいボディでしたね。ボディストレートですよね。だからレバーってことはな、レバーってこと。レバーですね。もう動けませんでしたもんね。ちょっとスローでどの辺に当たったか改めて確認したいと思いますが、いや本当に素晴らしいこのフィニッシュシーン。外から行きました。わあ、外やな。本当にこう後ろのレバーですね。効くんですよねこれ。ただいまの10カウントカウントアウトによるノックアウトタイムは7ラウンド25秒7ラウンド25秒 KO 勝ちにより勝者青コーナー WBC 世界ミニマム級新チャンピオン、そして史上初の兄弟同日同級世界タイトル獲得、重岡雄大。この瞬間、兄弟の夢が叶いました。 WBC 世界ミニマム級暫定王者、兄弟同時体感、
同一階級世界初、見事なことをやってのけました。そして重岡雄大、この26歳の誕生日4月16日自ら最高の誕生日プレゼント、今腰に巻かれます。いや、山本さん、この勝ち方いかがでした？いや、あのいいボディが前半も入っていましたけれども、やはりこの鋭いボディで決めてくれたかというフィニッシュでしたね。坂井さん、やってくれましたよ。弟も兄貴も KO で取りましたね。素晴らしい日ですよ。いや、これミニマム級という概念を金ちゃんさん、もう覆すんじゃないですか。すごいですよね、やっぱりパワーもね、すごいですし、やっぱり銀次郎選手がいい試合したんでプレッシャーはあったと思いますけど、それをはずのける本当に素晴らしい試合にしてもらいましたね。チャンピオンベルトが授与されております。さあ、腰に輝くこの暫定のチャンピオンベルト、兄弟が並んでいます。スタミナ的には問題ないし落ち着いてたんだけど、まあ課題は残るな。あ、まあ、難しい、難しかった。普通に相手が一番難しい。課題が残るって言ってます。分かっとったらもう難しい。世界を取ってなおこの、ね、冷静さ、谷口さん、はい、頼もしいですね。頼もしいですね。よっしゃ。いや、本当に彼らにとっては、まあ、もちろん、ね、念願かなっての体感ではありますが、まさに世界を驚かせる通過点ということになってくるかもしれません。まあ、大体ですね、まあ、期待をされてメインイベンターとなって、大輝さん、その役回りを最高の形でできる、なかなかできることではないですね。すごいですね。これはでも2人で全部取れそうですね。やっぱりそんな感じですか。そうですね、本当に、まあ、なかなか資格を見つけるのがね、ちょっと難しいチャンピオンということになりますけれども、まあ、この重岡雄大、7戦目にして7勝5 KO 無敗というレコードでこの世界タイトルの座まで一気に駆け上がっていきました。先ほどの銀次郎選手に続きまして、また谷口さん、この兄弟でね、ちょっとスタイルが違うというのもね、面白いですよね。でも2人ともボディですよね、KO パンチは。そうでした。ボディ強いんですよね、この2人は。そのあたりをしっかり分かっていて、どうしてもなんかチャンスがあると上行きたくなっちゃいがちですけど、下で仕留め切るっていうのは価値あるんじゃないですか。すごいですね、本当に価値がある勝利だと思います。しっかりと KO で勝ち取ったので2人とも、これでもあと10年間ぐらい重岡兄弟がもしずっとボクシングやってるんだったら誰も取れないと思いますよ。あ、それぐらいですか。多分ぐらいの可能性ありますよね。可能性あると思う。まあ、具志堅用高さんの13回防衛をね、まあ、越すかなんていう話は以前こうしていましたけれども、まさにその物語のスタートを我々は目撃をしているということになります。でまた兄弟が同時にこうやってね、同じ時期に歴史を作っていくわけですから、まあ亀田三兄弟同じように歴史を作っていかれましたけれども、やっぱりお互いに意識するもんなんですかね、兄弟というのは。大輝さん、いや、まあ僕らはどっちかが取っててでしたよね。なんでこれ同時っていうのもなんか運命的なものも感じますよね。あの1月銀次郎が取ってたらこれは成り立たね、もう叶わなかったですからね、なんかあるんじゃないですかね。まあ、あの時は涙を流した銀次郎選手ですが、逆に言うとそれによってこういった物語が生まれてきた。でかつあの、まあ、悔しい涙によって、重岡兄弟に対する注目度は大輝さん間違いなく上がりましたもんね。そうですね、はい、本当にあんなことないですからね。ですね、いや、しかしメンデス選手もよくショートノーティス受けてくれましたよね。そうですね、本当にやっぱり、はい、まあ、チャンピオンだけありますよ、ね、はい。まあ、素晴らしいことを、ね、やってくれて、まあ、あのラストも本当に、あの谷口さん、はい、対戦した相手としても、ご覧になっているかと思いますけれども、はい、出してましたよね。そうですね、本当に良さは出てましたね、それを雄大がこう凌駕したのですごい価値がありますね、まあ、4ラウンド の, あのジャッジを聞いたときは2者がイーブンでしたから、まあ、決して簡単な試合ではねなかったわけで、あれは本当にどっちに転ぶ、どっちに展開いくか、あのね、あの分からなかったん で, で5ラウンドはそこ行き切った雄大の勝ちじゃないですかね、はい、
いやこれからまあ当然ですけれども、まあ、正規王者と対戦を、ねするというふうなことの流れになってくると思いますけれども、まあ、正規王者は雄大選手と試合をする義務はありますけれども、まあ、日付は決まっていないということで、こちらは WBC の方は期間的な規定はないということになります。まあ、今後果たして、まあ、パンやプラダプシーがどういった形で、この正規王者との統一戦をやるのかというところも含めて、また新たな物語が始まっていくわけですけれども、まあ、パン屋とやったらまたどうなるかっていうところもね、本当に谷口さん楽しみですよね。そうですね、パン屋選手も老下なので、はい、また面白くなると思います。まあ、同じような老下な相手をしっかりと倒しきった重岡雄大、さあこの後インタビューがありそうです。二人でのこの表情、いやー酒井さんいい表情してますね。歴史的瞬間だと思いますよ。でもねこの歴史的瞬間なんですけど、これゴールじゃないですからね。ですね、これがこの兄弟のスタートですよ。はい、すぐ反省会してましたから。でしたね、王座取ってすごかったですよね。あまりこうね大きく喜ぶわけでもなく、笑顔ももちろんあったんですけれども、この辺は金ちゃんさんもう期待しかないですね。当たり前かのように本当に反省会してましたけど、とんでもないことですから、はい、改めて本当にすごい兄弟だなと思いますね。今回改めて世界タイトルマッチ2試合でご覧いただいて、山本さん、はい、レベルのやっぱり違いっていうのを感じたわけですが、それを制してなおこれです。そうですね、なんかこう私たち以上にやっぱり見据えているその先というものはもっともっと大きなものなんだなと、ご兄弟の力を感じましたよね。まあ、そして、まあおそらく谷口さんはまた階級変わる可能性もありますが、はい、同門でこういうチャンピオンが2人もともとミニマム級でいらっしゃったということ、はい、誇らしいじゃないですか。誇らしいですね、すごい刺激にもなります。まあ、今町田トレーナーを挟んでこの重岡銀次郎そして雄大両チャンピオンがフォトセッションに応じています。まあ、でもこれもやっぱり銀次郎選手が最初に取ってちゃんと繋いでくれた大輝さん、バトンがあったからこそですよね。めちゃくちゃいい試合しましたから ね、 ね、2人とも KO で取って、本当に今日は重岡兄弟の最高の日じゃないですかね。はい、うん、ぜひ熊本の皆さんには本当にね、この重岡や重岡兄弟を知っていただいて応援していただきたいと思います。まずは雄大選手一言いただきましょう。おめでとうございます。見事世界の頂点に立ちました。今のお気持ちをお聞かせください。ベルトを巻いたお気持ちいかがですか。皆さん応援ありがとうございました。そして何よりも今日この4月16日という日もすごく大事な日だと思います。そして何よりも史上初の開業です。世界初兄弟同時同日同級での世界タイトル制覇、ここはいかがですか。いやちょっと言い訳させてください。あの銀があんな熱い試合して俺控え室で泣きそうになってて、ちょっと試合どころじゃなくて、ちょっと本当はもっとバチバチやりたかったんですけど、ちょっとあのもう俺うるうる来てたもん、ごめんすいません。弟の銀次郎選手素晴らしい激闘でした。それどころではなかったという兄の雄大選手ですが、逆に先に弟がタイトル取った、自分もやらなくちゃいけない燃える気持ちがあったのか、それとも緊張感がプレッシャーが高まってしまったのか、そのあたりをお聞きしたかったんですが、いかがですか。いや銀頑張ったなって思って、なんかちょっともう感動してたんですけど、まあ緊張とプレッシャーはもうあるの分かってたんで、それすらも楽しもうと思ったんですけど、まあちょっと僕的にはちょっともうすでに反省モード入ってて、なんかもうちょっとうまくやりたかったなっていう、まあ、ああいう相手は難しいのは分かってるんですけど、まあ、これから課題だなと思うし、まあ、もちろん世界チャンピオン目指して僕たち小さい頃からやってきましたけど、ここがゴールじゃないって手に取って今分かるし、むしろこれからだなっていう、ここからがスタートだなって思うし、なんかこれからもっと強くなんなきゃなって改めて今もうすでに思ってるんで、はい、また頑張ります。そしてもちろんお二人とも暫定王座ということで、正規チャンピオンとのこの統一戦まもなく開かれると思います。これも同じ日にやるのかどうか、そのあたりも今から少し早いかもしれませんが注目されると思います。そしてこの史上初の快挙、
渡辺会長あたりがギネス申請してくれるのかどうか分かりませんが、注目されると思います。じゃあ銀次郎選手もちょっと来ていただきましょう。一緒にお話を伺いたいと思います。兄弟同時、ちょっとじゃあこちら前失礼します。兄の姿今どう捉えてますか？いや、自分はもうやってくれると信じてたっていうか、まあ、勝つと思ってたんで、なんか今あんまちょっと頭真っ白っすね二人で夢とりあえず叶えて今安心してます。まあ、場内の皆様もね、この絵を見たかったと思います。ベルトを巻いている二人の姿、改めて自分ここで立ってご自身いかがですか？いや、でもさっき兄貴が言った通り、とりあえず夢は二人の夢は叶えたんですけど、もっともっと大きくなりたいし強くなりたいし、二人でもっとボクシング界を正直盛り上げるつもりでやってるんで、まだまだ強いやつといっぱい戦って、まあ、これからもっと強くなってもっと目立っていきたいなと思ってます。はい、じゃあ改めて最後にもう一言、雄大選手、ファンの皆様の応援たくさん感じたと思います。声を枯らしているお子さんの声も聞こえたと思いますけれども、ファンの皆さんにもう一言メッセージ残してください。本当試合中なんかみんなの声聞こえてて、なんかめちゃくちゃ力になりました。なんか弟、うん、そうだな、なんかちょっと僕も今試合後でちょっと真っ白なんですけど、なんかこの場を借りてなんかいろんな人に俺を言いたくて、でもなんか親だったり、まあ、渡辺会長だったり町田トレーナーだったりスポンサーの方々には後で直接お礼を言おうと思います。でもなんか弟にだけ直接言ったことなくて、まあ、正直僕弟より結構ダメな部分とか、まあ、なんかだらしない部分とかあったんですけど、うん、まあ、銀が小さい頃から、まあ、約一緒に格闘技始めて20年ぐらい経つんですけど、まあ、こいつは多分横にいなかったら俺多分ここに立ってないし、まあ、これからも重岡兄弟2人で一緒に横になって、まあ、どっちが前とかどっちが後ろとかじゃなくて、もう2人で一緒に行けるところまで行ってやろうと思ってるんで、また重岡兄弟の活躍を、まあ、こいつらはどこまで行けるのかっていうのを楽しみにしていただけると、僕たちどこまでも強くなって上を目指すんで、これからも応援よろしくお願いします。まあ、ということで、はい、ちょっと寒い雰囲気になったんで、はい、帰ります。今日も応援ありがとうございました。皆さん愛します。見事史上初の兄弟同日同級世界タイトル獲得、重岡雄大選手、銀次郎選手にお話を伺いました。改めて盛大な拍手をお送りください。そして今後にますますご注目ください。ということで非常に感動的なインタビューでしたけれども、大輝さん、この2人の姿、そして兄を、して、まあ、弟が本当にやっぱり大きな存在だったんですね。いや、泣いてしまいました。よろしくお願いします。素晴らしい兄弟ですね。はい、まあ、今話がありましたけれども、正規王者は雄大選手と試合をする義務があります。まあ、ですけれども日付に対しては WBC の方は決まってはおりません。果たして正規王者パン屋プラダブシーと、まあ、どういった日程で試合が組まれるかに関してはまだ未定ではありますけれども、その正規王者との統一戦、こちらは追っていきたいなというふうに思います。どうぞご期待いただければと思います。ということでおよそ6時間にわたってお送りしてまいりました最高ファイトボリューム5、今回は東京を殴りに行こうかというサブタイトルを持って、初めて東京代々木第二体育館を舞台に行われた大会ですけれども、まあ、大団円ということになりました。まあ、改めて近くでご覧になっている谷口さんに、はい、あ、今ちょうど、ね、町田トレーナーと握手を交わされましたけれども、まあ、こういう兄弟の成長ぶりというのはいかがですか？やっぱ感動しますね。本当にこう、銀ちゃんと雄大の頑張りをこう本当に一緒のジムの10メートルとして間近で見てきたので、はい、本当に思い入れはありますね。感動してます。はい、
今間近に町田トレーナーをいらっしゃるんですけど、はい、大きな仕事を同日に2回やったっていうこれすごいですね。そうですね、本当に町田さんも大変だったと思うので、はい、今放送席に雄大選手おめでとうございます、素晴らしい、ね、試合を見せてくれました。そして銀次郎選手も感動的な、ね、体感を見せてくれました。いやでも正直強さとそれから本当に強気な発言を我々はずっとお伝えをしていたんですけれども、山本さん、はい、人間的にやっぱり素晴らしいチャンピオンなんだなって改めて感じたインタビューでしたね。本当ですね、はい、重岡兄弟の素晴らしいところって、お互い年齢も近くて階級も一緒なのに、はい、いや兄ちゃんすげーよ、いや弟すげーよってお互いの兄弟をリスペクトし合うことが、はい、一番の強さにつながっているんじゃないかなと今日すごく胸を打たれましたね。本当にこれはお互いのリスペクトがあるというところだと思います。